はい、ということで2023年 TS 第6弾登場しまして、オリックスからは小林博史投手登場しました。初登場です。適正は抑えで、9位が B の73、正規が B の72、スタミナが C の66。抑え適正の他にも中継ぎが無凸でできて、球種はストレートとスライダー、シュート、カーブ、シンカー。第2球種でチェンジオブペースとなっております。特殊能力はキレ20丸、安定感要所丸。はっきり言います。取らなくていいです。リーグ面では、9位制球同値が決めれるんですけれども、大抵の方はおそらく9位型8人のオーダーになるんじゃないかなっていうところですし、リア対面で見ても、この球種だと正直、前ないかなっていう感じですね。同じ抑えだったら、タイピンチを持ってる平野さんのフォークご利用しの方が強いと思います。はい、ということで、僕個人的な菊池原選手とか中島選手とか期待してたので、今回はですね、もう迷わずにガチャ回さないんですけれども、もしね、オリックス純正で S 揃ってない方は40連で確定で取れますので、狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。